鈴は二つだ。二つしかないってことは。よっしゃ、やったらね。うっせえ、胸ぺったんこのまな板つなでか。んだとこら。はーい。お前に足りないのは目的かの。あ？まあ、慌てるな。見ておれ。陰謀を口寄せ。俺もそいつと契約を結びたい。そいつは無理じゃ。じゃあ俺のはどいつだ。契約の前にもっとチャクラ修行の中に答えはあるのじゃ。もっとチャクラを練り、因の結び方を勉強し。ガナいつになったら契約できるんだ。エリアロスケよりオロチマルかな。となりゃじっとしてる暇なんかねえ。エナ姉ちゃんも独り占めだ。チャクラを集中させていけ。ここは、人間の子じゃ。どういう意味だ。おお、現れたか。まるで俺が現れるのさ。この妙木山に一人の人間の子が迷い込む。その人間が俺だったら与えてくれる予言って何なんだ。前はここで修行しながらおじい様の予言を待つの。飛び入れない。これがお前の運命じゃき。お前が選ばれた運命の子という証拠だ。それ以来ジライアはガマの里、生きて確かにわしは強くなった。でも女の子にモテることだけでいいのか。それだけのためにわしは強くなろうと。オガマ仙人が。はよ行け。お前の予言が出た。おーよー来たよー来た。あ、おーそうじゃったそうじゃった。大きゅうなった。これこれ喧嘩はいけん。夫婦は仲ようね。王子様はお前の夢を見られたんじゃ。俺は伝える。わしの夢では。そういうことはしっかり覚えてんだから。たく、ジライアが大釜仙人の夢の意味を忍び五大国の統治による平穏も危うくなり。ある方が見た夢のままに世界を歩いている。やってきた運命に乗っかるものだとな。戦乱の時がもっと楽しみましょうよ。ねえ、うん、ねえねえ、帰るなら私を変えてよ。うん、サイヤン待たれい。この喧嘩、一族復興のために慣れぬ桑を手に畑を耕してきたというの。私も自分の運命を探しておるのだが、なかなか見つからん。なんだこいつ、愚痴を言っとるだけかい。それは違うぞ。教育で戦が止められるってのか。それは無理だな。だがより良き選択肢を選ぶ力を。死ぬか生きるかの選択肢を僕に教えられるのは。わしはこの世に平和をなせる変革者を選ばねばならない。お前も忍びだろう。弟子とするべき男と出会うため旅をし、あの村も忍びが潜入しているという情報のもと潰されたのだ。
なかなかやるの。お前も忍びなら引く気はねえ。おう、黙れ。俺たちが呪われた忍びの世界に生きている限り平穏はないぞ。しかしわしはまだその運命の弟子にも会えずにいる。ジライアもまた運命と出会う旅をしばし休み。オロチマル、平和な世を作るものを選択せねばならんのだ。これが後の第三次忍海大戦と呼ばれる戦いで。